どうも皆さんこんにちは、ギター歴40年ギブソン大好きおじさん北村正秀です。お久しぶりでございます。レフティギターチャレンジということでですね、4月の末ぐらいから始まった企画なんですけれども、ここ1ヶ月ほど、全く更新なしということで、もうなんか立ち消えになっちゃったんじゃないかと、まあ実際ほとんど立ち消え状態ではあったんですけれども、一応3ヶ月と最初言っていたその節目ぐらいの時期になりましたので、まあ締めといいますか、総括ということで、今回こういう動画を、最終的に上げてアップしてみたいと思いました。こういうね、左利きのギターを、まあ、山下くんという友達からお借りしまして、自分の手元に3ヶ月ほどあって、で、3ヶ月でどれぐらい弾けるようになるかという企画として始まったこのシリーズなんですけれども、結論から言いますとですね、まあ、一つすごく分かったことがありまして、右利きの、自分が右利きで、それでもう40年ギターを弾いてきて、ある程度右では弾けるという前提の中で、左利きのギターを弾くということはですね、これはもう大変ストレスフルなことだということがとてもよく分かりました。まあ何今更言ってるんだって感じなんですけれども、もう本当大変だなと。まあ全くの初心者の方がある意味まっさらなところで始めやすいのかもしれないですね。こうや生地右で弾けるわけですよ。しかもそのいい音を出すとかね、そういうレベルでこう右では弾いている中で、左でギターを弾くともう本当にこんな音しか出ないわけですよね。もうね、なんていうのかな、こう自分の音を弾いてることがもうなんか苦痛というか我慢というか苦行というかね、これはやっぱりね、もう体に悪い。まあ実際この3ヶ月の間でですね、突発性難聴とかなっちゃったっていうのもあったんですけれども、まあ突発性難聴っていう病気もね、ストレスから発症するなんて言われておりまして、まあ多くの友人からレフティーのやつとかやっぱ体に悪いんじゃないのなんてこと言われました。自分でまあそうかもしれないなって自分でもちょっと思いました。これは本当に反省でございます。ということで、面白いチャレンジだったなということは思っていますけれども、そろそろもういいかなということで、3ヶ月、ちょっとチャレンジしてきましたけれども、まあ、非常に困難であったと、そしてストレスフルなことであったと、いうことが分かった、体感できたということで、まあ、この3ヶ月は、締めくくりにしたいなというふうに思っております。で、まあ、せっかくなので、最後にね、成果と言ったら何なんですけれども、できるようになったことをちょっと、ご披露して終わりにしたいなということで、今日最後の1回、こういうふうに、アップするわけなんですけれども、ですね、こう、左利きのギター、まあ、左利きとして構える分にはこうなるんですけれども、実はですね、まあ、私右利きで普段右で弾いてますので、この左利きのギターもこっち向きに構えた方がね、まだ弾けるんですよということが最近気がつきました。どういうことかと言いますと、左利きの人にはね、世の中に左利きの人には左利き用のギターというものが身近になかった時に、こういう普通の右利きのギターをですね、左に構えてそれでザクザク弾いちゃってるっていう、こういう風にしてはギターを覚えたっていう左利きの人がたまにいるんですよ。まあ古くはエリザベス・コットンさんなんていう方がいらっしゃいますし、もうちょっと新しいと言っても結構古いけど、カイバンドのカイヨシヒロさんとかね、松崎しげるさんとかね、こういう風にして弾いてるんですよ。で、普通にコードとか押さえてジャカジャカ弾き語りやってる、まあ、それの逆版ですね。左利きのギターなんだけれども、僕は右利きだから右利き風に構えた方が弾きやすいんじゃないかということで、こうやってみたところですね、ちょっと椅子の高さ上げようか、ほら見えるようにね、こう、コードのフォームが裏返しになるわけですよ。例えば C だったらこうなる、 G だったらこうなる、 Am、こっち側で弾いてるよりははるかにいい音が軽々と出せるんですね。ということで、
本日の最後は、この右利き側でレフティーのギターを構えて、弾けば、あ、こんなに弾けたということをですね、最後にちょこっとご披露して、それで、このレフティーギターチャレンジシリーズの最終回としたいと思います。じゃあ、もう1ヶ月以上前になっちゃいましたけれども、前回の時に課題曲、最後の課題曲として取り上げたイルカさんの名残雪を、サクッとこの形で、弾いてみたいと思います。ニカポの G、 このキーで、歌ってみたいと思います。ストロークがね、まあこう、まあまあこれ大丈夫かな。汽車の月の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪をこれが最後ねと寂しそうに君が初めからこうやって弾いとけばよかったねっていう話でした。
はい、それでは、3ヶ月間、楽しんでいただけましたでしょうか。自分としては、まあ面白かったかなということで、このシリーズ終わりにしたいと思います。またいつか会いましょう。北村雅彦でした。どうもありがとうございました。